さん、はい、オンドミュービューティーショーツから新色が出たんですよね。そうなんです。夏用のこのベージュのカラーが出ました。その名もヘーゼルトルマリン。そうなんです。とても可愛い名前になりましたね。可愛いですよね。私たちやはりこの名前とてもこだわってまして、カラーの色でも自分たちが素敵だなと思う色を本当にみんなで話し合ってね、決めてまして、はい、イメージ湧きますよね。ヘーゼルトルマリン、もういろんな候補から決まりましたよね。ね、はい、島さんどんなイメージですか、ヘーゼルトルマリン。ちょっとヘーゼル美味しそうって思いました最初美味しそうだなと思いつつ、こう素敵なイメージがね、できました。こう女性をさらに上品に華やかにしてくれるような、そういったイメージでつけた名前なんですが、この色を出すのにもね、ものすごくこだわったんですよ。ちょっと赤みが強いとか青みが強いっていうのがね、結構出てきまして、日本人女性の肌にとにかく合うカラーで、ご自身の肌がすごく綺麗に見えるところにこだわったんです。これはどういう感じのベージュになるんですか。青みでもなく赤みでもなく、はい、ちょっとやはりですね、黄みが少し強いんですけど、黄みと青みが強い感じですね、はい、日本人の肌に合うような感じ、私ちょっとね色黒ちゃんなんですが、そんな私でも、透けないような、ね、カラーにしてますし、ね、はい、島田さん色が白いですけど、私は島田さんでもですね、はい、島田さんがつけてもそんなに浮いてないんですよね、うんうん、そうですよね。たくさんの日本人女性に馴染むカラーということで、こだわりのベージュヘーゼルトルマリンですね。はい、そうなんです。あと通常のオンドミュービューティーショーツとは違うポイントがもう一つあるんですよね。はい、なんとですね、私たちのこのショーツの特徴であるこの街の部分、はい、この、ね、街の部分もですね、そうですね、ちょっと触っていただくとどうです、さらっと優しい感じで。そうなんです。これコットン 100% オーガニックコットン、はい、こだわりまして、やはりですね、私たちコットンこだわりたいタイプなので、女性の体と心に寄り添える、そんな素材選びの結果をしっかりとオーガニックコットンに しました。コットンってどういう特徴があるんですか。コットンはですね、やはりとにかく肌が弱い方にもつけていただけるような優しい肌触りということと、はい、あとは汗を、ね、しっかり吸ってさらっと、サラサラさせてくれますので、夏にはぜひおすすめなんですよね。ですね、薄着の季節にカラーもぴったりだし、素材もぴったりっていう感じですね。そうなんです、はい、なのでもう本当に夏はこれ一つあったら、もうすごく快適に、そしておしゃれも楽しめるんじゃないかなと。しかもこの素材はオーガニックコットンですけど、引き続き蓄熱素材のオーラワードも入っているんですね。そうなんですよ、うん、やはり皆様が大好評いただいているここのね、はい、温め部分っていうのはそのままなので、うん、だからといってすごい熱いってわけではないんですよね。そうですね、うん、蓄熱なのでご自身の体の、ね、熱を利用してパカ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 と火だまりのような暖かさをね、優しく包み込んでくれるような暖かさですね、はい、ちょうど冷房対策いいですね。いいですよね。もう私もすでにもう寒いビルの中とか冷えちゃってますけれども、そういった時に履いていただくと大変ですね、うん、はい、ぜひこちらの新色ヘーゼルトルマリンお買い上げください。はい、ありがとうございます。